ジョゼフ・アンド・リュー・ウィーランドは、アメリカ合衆国、ネバダ州リの出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のシカゴ・カブス参加所属。2008年、MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから4巡目指名され、6月8日に、契約。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで13試合に、登板し、5勝1敗、防御率1.44だった。 2009年は, A 級,っ年は A 級ヒッコリークローダッツで19試合に登板し4勝6敗防御率5.31だった2010年は A 級ヒッコリーで15試合に登板し7勝4敗防御率3.34だった7月に A 級ベーカーズフィールドブレイズへ昇格11試合に登板し4勝3敗防御率5.19だった2011年は AQ マートルビーチペリカンズで14試合に登板し6勝3敗防御率2.10だった6月に AQ フリスコラフライダーズへ昇格7試合に登板し4勝0敗防御率1.23だった7月31日にマイク・アダムスとのトレードでロビー・アーリンと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した移籍後は a 級サンアントニオミッションズで5試合に登板し、3勝1敗、防御率2.77だった。2012年は、トリプル a 級ツーソンパドレスで開幕を迎え、4月14日にパドレスとメジャー契約を結んだ。同日のロサンゼルスドジャース戦で、先発起用されメジャーデビュー。5回を投げ3本の本塁打を打たれるなど、6アンダ6失点に死球と打ち込まれ、 メジャー初黒星を起死した。その後も3連敗し、5度目の当板となった5月6日の試合で右肘を故障。5月11日に15日間の故障者リスト入りした。6月26日に60日間の故障者リストへ移動し、7月27日にはトミー・ジョン手術を受け、残りのシーズンを全休した。この年は5試合に当板し、0勝4敗。 防御率4.55だった。オフの10月29日に故障者リストから外れた。2013年2月26日に前年の手術の影響で60日間の故障者リストへ移動。3月9日にパドレスと1年契約に合意したがシーズン中には復帰できず未登板のまま終わった。オフの10月25日に故障者リストから外れた。 2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。3月29日に再び15日間の故障者リスト入りし、4月2日に60日間の故障者リストへ移動した。この年は2年ぶりにメジャー復帰し、初勝利も挙げた。2015年はマット・ケンプ、ティム・フェデロビッチとのトレードでヤズマニ・グランダル、ザック、エフリンと共にドジャースへ移籍。 翌2016年にはエリック・メヒアとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。開幕は参加のトリプル A 級タコマ・レーニアーズで迎え5月2日に40人枠を外れた。8月12日にメジャー契約を結んで25人枠入りしたが同日のオークランドアスレチックス戦で先発するも5回6失点で敗戦投手となった。8月19日に トリプル A 級タコマへ、降格、8月20日に40人枠を外れ、9月14日、後日発表選手とのトレードでアトランタブレーブスに移籍したが、10月13日に FA となった。2016年11月7日に NPB の横浜 DNA ベイスターズと契約したことが、球団から発表された。背番号は56。2017年には4月6日の対、 読売ジャイアンツ戦に先発投手として NPB の公式戦にデビュー。開幕当初は高騰しても打線の援護に恵まれない試合が続いたが4月28日の対広島東洋カープ戦で来日初アンダ初打点、初勝利を記録したことを皮切りに先発登板で3連勝を達成した。5月17日の対広島戦では打者として 来日初本塁打を放っている。同月下旬に右肘周辺に針を感じたため、6月1日から先列を離れたが、7月7日の対中日ドラゴンズ戦から一軍に復帰。7月18日の対東京ヤクルトスワローズ、1000から9月12日の対広島戦までの先発登板では、チームの歴代外国人投手で初めての公式戦後連勝。 9月25日の対阪神タイガース戦では来日初関東初完封勝利を記録した。レギュラーシーズンの最終登板であった10月1日の対広島戦では3回裏の第2打席で3号本塁打を放つなど8番打者として3安打4打点をマーク。投げては5回7失点という内容ながらチームの歴代外国人投手では初めてのシーズン10勝目を挙げ、 自身の連勝を7にまで伸ばした。チームのレギュラーシーズン3位で迎えたクライマックスシリーズでは阪神とのファーストステージ第3戦を呼び広島とのファイナルステージ第4戦に先発で登板し、いずれの試合でも勝利投手になりチームのファーストステージ突破に貢献した。横浜スタジアムで19年ぶりに開催された日本シリーズ第3戦でも 福岡ソフトバンクホークス打線を相手に先発で5回に3を投げたものの3失点し黒星を喫した。日本シリーズ終了3日後の11月8日には翌2018年もチームに残留することが球団から発表された。1年契約で推定年俸は1億3000万円。2018年には春季キャンプの期間中に 右ヒー2が再発した影響で調整が遅れ、公式戦の開幕を2軍で迎えた。4月23日の対ヤクルト戦に先発投手として1軍に復帰したが、6回に失点という内容で敗戦投手になり、前年7月18日の同カードから続いていた、レギュラーシーズンでの連勝が7でストップ。1軍公式戦でのシーズン初勝利は5月20日の 対巨人戦にまで持ち越された。7月10日の対中日戦4回裏の打席でバックスクリーンを直撃する、ソロ本塁打を山井大輔から放つなど、打撃面での勝負強さは健在。8月2日の対巨人戦では先発登板でシーズン7敗目を、喫し、翌8月3日の対広島戦では、同点で迎えた延長11回裏西1.2類で、 来日後初めて代打に起用された、結果は死休。一軍公式戦16試合に登板したが4勝9敗、防御率4.99と振るわず、シーズン終了後には、球団から翌2019年の契約を見送る旨を通告された。12月2日、自由契約公示された。2018年12月5日に、久保のキアタイガースが、ウィーランドの獲得を発表した。 背番号は DNA 時代に続いて56。2019年、キアでは発症を記録し、同年限りで退団した。2020年9月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。今後は参加 A 級で行われているキャンプに参加し、メジャー昇格を目指す。請求が安定しており、主に先発投手として起用され、オーバースローから最速94.6。 マイルパーアワー、平均91マイルパーアワーの方針を中心に、決め球の平均76マイルパーアワーのカーブ、平均84マイルパーアワーのチェンジアップを使用する。2014年までは、平均83マイルパーアワーのスライバーも使用していた。DNA 時代の2017年には、レギュラーシーズンの序盤から投手を8番打者に起用する。 監督のアレックス・ラミレスの方針を背景に、対広島戦で、大瀬良大地から2本の本塁打を記録するなど、長打力もあり、打者としても活躍。同カード5試合で13打数7アンダー、打率。538.3本塁打、9打点という好成績を残した。レギュラーシーズン通算でも、21試合で48、打数11アンダー、打率。 229.3本塁打、12打点、オプス、740を記録した。横浜 DNA の投手が1軍公式戦で1、シーズンに3本の本塁打を記録した事例は、太陽ホエールズ時代の1976年に、平松正治が4本塁打を放って、以来、41年ぶり5人目である。2018年にも、対中日戦で1本の本塁打を放っている。 ラミレスからは、代打で使いたいぐらい、打席での構えが非常に良いと高く評価された。投手も打線に組み込まれる、セントラルリーグの公式戦では珍しく、ウィーランドを先発投手に起用した試合では、交番を予定している状況で、ウィーランドに打席が回っても、代打を送らず、そのまま打席へ立たせた上で、次のイニングの冒頭に、別の投手へ交代するという起用法を複数回に、 渡って実行している。2018年8月3日には、前日の対巨人戦で、先発投手として7回3失点と好投したにも、かかわらず、ラミレスの発案で、当日の対広島戦に、代打要員として、ベンチ入り。11回裏に7番打者、ミネイヒロシのみの代打として出場すると、死球で出塁し、チームのサヨナラ勝利につなげた。二千十九年に所属した。 韓国プロ野球、キアタイガースでは、指名打者制度のため試合で打席に立つ機会はなかった。ありがとうございます。